基本は僕は歌言葉、歌詞、歌詞がほら結局結構長い間文学青年だったわけで、で浅川真紀やる前までは小説で一発当ててやろうなんて思ってた、まあ暮らし方してましたんで、だから全部歌言葉から入った。だから寺山修司と僕は仲が良かったし、寺山修司に詩を書いて浅川真紀に歌わせるっていうところから僕のプロデューサーの仕事が始まったんですよ。歌言葉はね、なんかこう下から見上げるというよりも、歌言葉はなんか平行感覚で、それは違う、あこれはいいな、とかっていう感じでだんだん下になっていい言葉だなと思ったり、とかっていうようなことはあるんですけど、音楽に関してはもう下から見る感じがだん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 こう水平線に見えるようになって、でまあ筒美京平と出会ったりして、筒美京平とまあ仕事もいっぱいするようになるんですけど、で筒美京平の持っているその音楽感覚というふうなものと言葉をどう選ぶかっていうのこともあるし、で阿久悠も、まあ売れる前、あの懺悔も眠ちもないっていう曲で、まあ、彼はある種の名前を挙げるんですけど、それは北原美玲ってね、僕の関係してる事務所で歌ってたんですけど、やっぱその時からあの死ぬまで阿久悠とは、まあ、ある種の交流があったし、そういう意味では言葉人間ですね、僕はね、どちらかって。そこからまあ入っていって、だから歌の中で歌詞のない歌、インストルメンタルも嫌いじゃないけど、そういうものにはあんまりこう来ないっていう感じ。だから外国の、まあ、ものも全部聞いても、結局まあ翻訳したものと、あここでこう言ってるのかっていう感じで、入っていくっていう感じですよね。で詩選って、まあ、詩が先にできたのに曲をつけるっていうので、名曲もいっぱいあると同時にメロディーから先にあって、それを詩をつけるっていうのも、まあ安井和美なんて人はそれがすごくうまくてね、まあ、そういうふうな人もいたりするんですけど、で結局僕がたどり着いたのはやっぱシンガーソングライターですね。自分の言葉と自分のメロディーで歌うっていうところに、まあ僕はすごくなんかこう一対一の世界がそこで生まれるから、すごくそこで面白くなったんですけど、でもそういう連中に対しても、まあメロディーはあいつに頼んだ方がいいよとかね、言葉はまあお前の言葉でいいけどっていうような形でやってきましたよね。